こんにちは、アルです。昨日ですね、6月8日の、夕方ぐらいかな、午後6時か、こちらで時間にですね、スプラトゥーン公式ツイッターからスプラトゥーン3のタコゾネスの様子がアップされました。デデーン、見てこれすっげえモフモフで、一緒に書いてあるメッセージが、このタコの名前は、このタコの名はタコゾネス、3号と似た運動性能を持っている強敵だ。他のタコたち同様、ふさふさの毛が生えており、どことなく自信に満ち溢れているようにも見える。こだわりの戦闘服もチョベリグだ。このチョベリグっていう、このね、チョイス。これ、ちょっとね、引っかかってるんですよね。チョベリグっていうのがね、だいぶ昔に流行った言葉で、超ベリーグッド。めちゃめちゃいいねーの略なんですよね。で、その流行った年代っていうのが、まあ、1990年代とかなんで、オクトのね、いろんな、オクト、あれ？オクトチョベリグ駅なかったっけ？ちょっと行ってみるか。どっかにチョベリグ駅ってあったよね。あ、こっちかな。チョベリグとね、対をなす言葉で超ベリーバットってあったんよ。めちゃめちゃ悪いねっていう意味なんだけど、チョベリバー駅。チョベリグ駅もあるか、ちょっと調べてみるわ。チョベリバー駅しかないかな。っていう感じですね。それでね、この新情報でチョベリグっていうのをね、出してきたっていうところで、この年代がね、オクトと被ってるので、もしかしたらやっぱりね、オクトと何か関係があるのかなっていうのは、ちょっと勘ぐっちゃいますよね。今まで別に古い言葉とか使ってなかったんで、その敵のね、敵っていうか、スプラトゥーン3の紹介で、ここに来て。で、なんかね、他にもちょっといろいろ気になることがあって、このタコゾネスの、このボディのところですね、ボディのところ、これなんかヒョウ柄だよね。ヒョウ柄も、そのオクトの時代、まあ、オクトの時代って言ってるのは僕が、だいたいね、80年、90年代ぐらいの、言葉が結構多いんで、オクトってね。そのぐらいの年代だと思ってるんですけど、そのぐらいにね、ヒョウ柄なんか流行ったような気がするんよね。あんま覚えてないけど、そういうのとかね。で、他にも実は画像があって、ほら、じゃじゃーんとね、こう後ろ姿とかね、武器を構え、これはオクタシューターだね。オクタシューター、オクトシューター、オクタシューターだったっけ。じゃあね、で、こんな感じで。でね、おかしいと思うところが二つあって、何なんだろうね。まず一つが、今までの、オクタリアンが、もふもふになったやつって、靴履いてないじゃないですか。ほら、こんな感じで、もふもふになったやつって、裸足なんよね。でも、タコゾネスは、ね、なんか、イカス靴履いてるよね。これはいかに。なんか、まあ、靴のデザイン変え、やりたかったんかなっていうのもあるけど、ね、これまでずっと裸足だったのに、なぜか、靴を履いてる。で、もう一個ね、気になるのが、イカちゃんが、ケバインクに当たった場合、これ。もう、原型ないじゃん。原型なくて、しかもやっぱ裸足になったりとかするんよね。で、この状態ってもう自我がないぞって言われてるんですけども、この、タコゾネス、なんか字がありそうよね。字がありそうっていうか、もう操られてはいそうだけど、なんかね、イカちゃんがケバインクに触れて全身ケムクジャラになったのとはちょっと違いそうな雰囲気あるよね。靴も履いてるし。で、動けるけど、自我が弱まってたりとか、その洗脳されてたりとかっていうのの表れなんじゃないかなって思ったわけです。いや、不思議だよね。急に。すげえなぁ。吸盤に毛が生えたらこんなになるんじゃね。ちょっと、嫌だね。オッケー、皆さんはどう考えますか、これ。ついでじゃけ、ここやってっか。回してでんでん滑って落ちたら、チョベリバー駅、行ってみよう。これどんなんだったっけ。ダイナモ、おすすめ。じゃあ、スイーパーで行ってみようか。おらららら、あ、ここね。どこだ？なにこれ？覚えてない。ハンガーが浮いてる。うわ、ららららららら。うわ、ビビった。なるほど。あ、思い出したね。あったね。この、驚かされるステージね。はい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 。いや、長いな、射程がな。ジャンプ！
OK。よし。イクラ取るぞ、俺は。あ、そういえばね、あの、イクラを取らないことで有名な、痛風は辛いよっていう縛り企画あるんですけれども、それのね、オープニングムービーを作りましたんで、ここクリアしてちょっと、見せてあげるね。見せてあげるねって。そう、ちょっとね、オープニング作った方がいいかなと思って。っていうのも、なんかね、毎回ルール説明とかをしながら、縛りプレイやるのも、ちょっと難しいな。なんか毎回同じ説明入れるのも、さあ。ね、同じ説明言うのもなと思ったんで、なんかムービーにしてればいいんじゃねえと思ったんですね、最初に。で、そうなった時に、あ、もう企画を、今回は、イクラを取らない、痛風は辛いやっていう企画自体を、オープニングムービー作ればいいんだと思って、今回、作らせていただきました。R です。いや、それを作ってね、もう、力尽きたけ、そのまま寝ようかなと思ったんですけど、ちょっとね、スプラトゥーン3の、このタコゾネスのね、動画が出て、画像が出てたんで、って見よったら、なんかさっきのところ気になってね、なんで裸足じゃないんだろうとか、なんで全身じゃないんだろうとかね、そういうのが気になったんで、ちょっと動画を緊急で撮っております。この緊急で撮っておりますっていうのを言いたかったよね。やばい、やばい、うるるるるるせい。結構落ちた。まあ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 。20秒ぐらいのオープニングムービーなんですけれども、結構ね、気に入ってます。笑いあり、涙ありの。涙はないかもしれない。ちょっと、笑いもどうかな。俺は面白いなと思ってんだけどね。Twitter ではね、公開したんですけど、結構僕の見ていただいてる方は Twitter やってない方が多いんでね。このタコゾネスの情報とも、共にね、見ていただければなと思いまーす。OK!あ、クリアできねえ。よし、クリア。はい、今回緊急で動画撮ってるんで、痛風は辛いよね。は撮ってないんですけれども、そのオープニングムービーをぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。みんなはこのタコゾネスどう思う？俺は、ちょっと字が残ってんじゃねえかなと思うんだけど。じゃあねー、バイバイ、チャンネル登録よろしくねー。オープニングムービー、どうぞ。